ジュリアン・グローバーは、イギリス出身の俳優である。1935年、ロンドン生まれ。両親はそれぞれ、BBC のジャーナリストとプロデューサーだった。ブリストルの学校ブリストルグラマースクールを出た後に、ナショナルユースシアターで演劇を学び、英国演劇団の名門でもある、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーで経験を積んだ。1959年に英国テレビ映画版。 真夏の世の夢で映画デビュー。1960年代、1970年代にはテレビ、映画と立て続けに出演し、キャリアを積んでいった。1980年にはまだ若手だったジョージ・ルーカスが制作葬式を取ったスター・ウォーズエピソード後帝国の逆襲へ出演して、マキシミリアン・ビアーズを講演。翌年には007シリーズの 007YOUREYES o で、 ロジャー・ムーは演じるジェームズ・ボンドの敵役を演じた。特に出演作として知られるのは、スティーブン・スピルバーグが監督した人気シリーズの3作目、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦で、ハリソン・フォード演じるインディアナ・ジョーンズとショーン・コネリー、演じるその父の敵役として登場している。90年代以降も、精力的に出演作を増やしており、近年では、人気シリーズ、 ハリー・ポッターと秘密の部屋や HBO が制作したテレビシリーズゲーム・オブ・スローンズ2009年には芝良太郎原作の歴史小説を元木正宏主演で NHK が制作した長編ドラマ坂の上の雲へも出演している。これまで二度の結婚歴があり、コールド・マウンテンなどの女優として知られるアイリーン・アトキンスと1957年に最初の結婚をしたが、 1966年に離婚。その2年後の1968年に同じく女優のイズラ・ブレアと結婚して現在に至る。息子のジェイミー・グローバーもイギリスを拠点に俳優となった。ありがとうございます。